私は小さい頃からミュージカルをやっていて、将来はミュージカルの道に進みたいと思っているんですが、歌が小さい頃から大好き で歌を好きから得意に変えて自分の武器にしたいと思ってこのレッスンを受けることにしました。よろしくお願いします。レッスンを受けさせていただいて、今まで自分が感じたことのなかった響きの位置とか高い声の出し方とかを感じられて、なんかもっと自分でいろんな自分の声とか研究したいなって思ったし、もっと歌が大好きになりました。ありがとうございました。
トレーナーの鈴江真奈です。今回ゆりあちゃんは、初めて来た時からすごいニコニコして歌ってるなというのが一番の印象的でした。とっても可愛い声で歌ってくれるんですけど、こうレッスンしていくうちにもっといろんなジャンルのいろんな声色が出てやるといいなということで、今回は下の音とか高い音を重点的にレッスンしました。最後はちょっと迷いつつも楽しく歌ってくれたのでよかったなと思っています。もし皆さんの中でそのような悩みがある方もいらっしゃいましたら、よかったらレッスン受けに来てみてください。バイバーイ。おふざけ3、2。ふぅやだ